の関連会社、イーワラントファンドが発行している、カバードワラントなどのブランド名。イーワラントの名称は総称であり、具体的にはイーワラントニアピン、トラッカー、CFD がある。国内外の現物株式、株価指数、為替相場、商品相場を対象として、約2000種類の銘柄に対する金融派生商品である。 イーワラント自体は2000年3月にゴールドマンサックス証券が始めた事業であり、2011年8月からイーワラント証券が事業を引き継いでいる。イーワラントはオプション取引や先物取引などのデリバティブ取引と同等の金融商品であるが、これらは証拠金取引のためロスカットに失敗した場合、当初の証拠金以上の追加証拠金を請求される。 リスクがあるが、イーワラントの場合は、購入時の金額以上を請求せずに、追加証拠金のリスクは、顧客側には発生せず、イーワラントインターナショナル側がそのリスクを背負う。ただし、その代わり、売買価格にそのリスク回避分の手数料が上乗せになっている。取引は、イーワラントインターナショナルが提示した価格で行う、相対取引。 ただし、イ w a r a n CFD は普通の、店頭 CFD であり、証拠金の額を上回る損失が発生するリスクがある。取引時間は、日本の証券取引所営業日の9時23時50分。取引所を返さないせいもあり、夜間でも取引ができる。ただし、銘柄によっては、取引できない時間も一部ある。 取引単位は1ワラントの価格は1から100円程度。売買は最低1000ワラント単位からできる。最大注文数1注文あたりの最大注文可能ワラント数は25万ワラント。なお、取引停止時を除き、1日に何度でも取引が可能である。例えば50万ワラント購入する場合には、25万ワラントずつに注文に分けることになる。 取引手数料は無料。ただし実質的には、以下の2つのコストにより5、5%程度の購入時手数料と、保有期間に応じた管理手数料を支払うことになる。e ワラントの注文方法は、差し値注文が一般的。差し値とは、取引した値段あらかじめいくらで買うを自分で指定する注文方法。ただし、 差し値はその値段にならないと売り買いができないので、現在のイーワラントの販売価格と比べて低い価格で差し値を入れた場合、約上する可能性は低くなる。イーワラントはベターフィルという形式の差し値の方法を導入している。銘柄名の隣にある若葉マークや唐辛子マークのアイコンはイーワラント証券独自の価格変動リスク度の目安を表している。若葉マーク 唐辛子1本、唐辛子2本、唐辛子3本と唐辛子の本数が多ければ、価格変動リスクが大きいことを示している。満期日にいくらで買える売れるという権利が付与された、証券、言いわらんとは、満期日においてすべて自動車金決済となり、実際に権利を行使して買うることはしない。したがって、オプション取引のように、権利行使に伴う、買い付け代金や、 売却銘柄の用意は不要。イーワラントの場合、お衣装という制度自体がないので投資家の最大損失は投資元本までである。イーワラント t という意見は投資元本までで止まり、マイナスになることはない。コールの場合、対象原資産の上昇に伴って上昇することが見込める。プットはその逆で対象原資産が下落すると上昇が見込める。 したがって、対象原資産の値動きとともに変動するので、満期日まで保有する必要はない。時間的価値の減少も反映されていく。オプション取引のカバードワラント。一般に、E ワラントが参照している、対象原資産が上昇すると価格が上昇するのが、コール型。対象原資産が下落すると価格が上昇するのが、プット型。 プット型イーワラントを用いれば、相場下落時にも収益を得られる可能性がある。対象原資産が同じであっても満期日までの期間、権利行使価格の違いによってイーワラントの取引価格は異なる。また、通常、満期日までの残存日数によってイーワラントの価格は下落する。これは、対象原資産が上昇、または下落する確率が、 満期までの日数が短くなればなるほど低くなるためでこの確率の低下が e ー a r a n の取引価格に影響する。極端なインザマネーの状態にあるものや一部の為替 e ー a r a n は時間的価値の減価の影響が小さい。また極めて低価格の e ー a r a n は対象原資産の値動きに反応しにくい場合がある。コール型 e ー a r a n とプット型 e ー a r a n は オプションの買いを有価証券にしたものであるゆえ、勝率は低い。その反面対象原資産が大きく動くと、急騰することがあり、これが、言ワラントの魅力となっている。したがって、対象原資産が大きく動くタイミングを狙って、買い付けるのが、勝率アップの秘策といえる。具体的には、対象原資産の相場水準に近い権利、格価格のものを選び、 満期日までの残存期間が短い銘柄を選ぶ。次の特集コンテンツに詳しい解説がある。オプション取引のバタフライに相当するカバードワラント。満期日にピン価格に近いほど満期日に受け取れる金額が増える。満期日に参照原資産価格がピン価格とぴったり一致すれば1ワラントあたり100円の受け取り。 ニアピンの最小取引単位は1000ワラントなので10万円の受け取りとなる。したがってピン価格に近いほどニアピンの取引価格は高くなる。オプション取引のバーティカルブルコールスプレッドやバーティカルベアプットスプレッドに相当するカバードワラント。先物取引に相当する金融商品。ただし先物取引とは異なりロスカット失敗時の 追加証拠金は請求されない。コール型やプット型の e ー a r a n と違い、レバレッジがなく権利行使日が長く設定されるため、中長期の投資が主な目的となる e ー a r a n である。ETF や ETN と類似の商品性。レバレッジトラッカー従来のトラッカーと違い、レバレッジ投資ができるトラッカーである。時間的価値の減価がないというトラッカーの特徴を、 持っている。相場が戻れば、買取価格がほぼ元の水準まで戻ってくる。類似商品として、レバレッジ ETF や、ブルベア型投資信託があるが、これらは、変動率の倍となっているため、相場が戻っても、基準価格は戻らない。例えば10%下落の後に10%、上昇しても元の水準に戻らないが、レバレッジトラッカーは、 変動幅の倍となっているので10円の下落の後に10円上昇するという仕組みになっているため元の水準に戻る。レバレッジトラッカーの中にはパラジウムに関連したリンクサイレバレッジトラッカーもある。コール型イーワラントとレバレッジトラッカーの違い一般的にコールイーワラントの方がプラス5倍トラッカーよりレバレッジ水準が高い。 コールイーワラントは時間経過に伴う価値の減少があるが、プラス5倍トラッカーには時間経過に伴う価値の減少がない。プラス5倍トラッカーは売却価格が1円以下になると連動しなくなる。イーワラントのブランド名が付いているが、普通の店頭 CFD である。オプションのカバードワラントの価格は、権利行使価格、原資産価格、残存期間。 原資産の配当を利回り、金利、予想変動率によって決まる。代表的なモデルの一つとしては、ブラックショールズ方程式がある。個人の場合、2012年1月以降、イーワラントの取引により発生した利益は、先物取引にかかる、雑所得等として、一律20%の申告分離課税の雑所得となる。 e ワラントを満期前に売却しても、満期まで保有したとしても、利益の20%が課税対象となる。なお、FX 取引や株価指数先物取引などと、同様に、e ワラントの取引損益等を記載した支払い調書が、取扱金融商品取引業者によって、作成され、税務署に提出される。 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間は復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされ所得税は15.315% 15となる FX などとの損益通算が可能であり確定申告することによってイー a r a n と FX や先物 オプション取引などの利益と損失を合算することができるようになる。例えば、e ーワラントで100万円の利益が出ていて、FX で50万円の損失が出ている場合は、e ーワラントの利益で FX の損失を穴埋めできるようになる。損失が残っている場合は3年間繰り越すこともできる。例えば、二千十二年 FX と e w a ント損益通算の結果、 50万円の損失ととなったとするもし2013年に80万円の益が出た場合、2012年の50万円の損失と相殺して2013年の利益の30万円部分が2013年の課税対象となる。リンク債の価格変動、時間経過や為替相場など様々な要因が価格に影響を与える。イーラントの価格が極端に低い場合には、 対象原子産の値動きにほとんど反応しない場合がある。イーワラントとはよくある質問。イーワラント CFD ハットイーワラント歴代値上がりランキングイーワラントジャーナルイーワラントダイレクトサービス開始のお知らせ。エボリューションジャパン証券からお取引講座を移管いただいたお客様へ新サービス CFD 取引。 取扱い開始、ボビーオロゴンの言いラんと投資術、三井チエコオフィシャルブログ、チエコの中身パワードバイアメブロ役員の移動に、関する、お知らせ。ありがとうございます。